ちょっとカメラも買います。カメラも買います梅原がーって感じで。もうこの元気さもついていけないでしょ。って感じもしますね。しっかりしようって、クッと俺はやるけどね。やっとできるようになってきましたけどね。しっかりしようと思うんだよね。ほんと。疲れた。えー、まぁ、あ、剣も勇気持って久しぶりに見たけど、まあ ダメだす。ダメだねと。まあ、ちょっとざっくり簡単に話してるから、もう喋りたいように喋動画投稿してるからね。まあ。だ、もうダメだなぁ、と思いました。にゃー、思いましたね。ダメですね、もう。ダメってか、ダメにも、ダメって言葉にも失礼なくらいダメですね。もう終わっちゃったねっていう。なんだかなぁと、あんな面白かった。あんだけ面白かった2チャンネルとかが終わっちゃったんだ。5チャンネルが終わっちゃったんだと思ってる。で、ガルちゃんまだクソですね。えー、もう。 ガルちゃんもだから、だから昔で言うとこの、あの、仕事終わったりとか、とか、なんかこう、時間がもう、なんか、あるから、ていう、だから仕事終わりにビールとか、チューハイとか置いて飲むとか、飲みながら2チャンネル見るとか、あとは時間がただある、こう、ミートだから、ヒキヒッキーだからね、時間あるから2チャンとか5チャンとか見るよ、とかって感じの、ノリ、 は昔の2ちゃん5ちゃんとかスタンダードだったけど、もう無くなってきたなっていうのが、ね、思って。なんか、だから、こう、お前ら、だから、昔か,だから2チャンネルやってたり見てたりした時に5ちゃんとか見てたりした時に、所詮便所の落書きじゃんって、便所の落書きでっていう意識でやってた。 わけで、あそこを世界にしてしまった、やべえ、やべえぞと思って、頭おかし、いおかしいって言ったら、おつむが悪いって言い方していいすらいいんだけど、ちょっとねって、それベンジョン落書きに住んでるっていうことなんだよね。をマジに世界やと思ってるってことは、ちょっと、昔ってあったよね。昔ってさ、所詮2チャンネルはベンジョン落書きだから、こんななんかネットローンも、 別の人の仕事だなと思って、俺慎重なんだよね。人の島荒らしたってと、俺が全部やったって、なんかね、いろいろわかるけど、俺が全部やったってメディア論とか社,社会学とか俺が全部やったって全部俺の仕事じゃないんだから、妬まれたりもするわけだよ。うん、それも違うわけで、誰かがやりようと思っちゃうけどね、おてめえの頭で考えなっていうのが、あ、すげえあるんだよね。考えられない人がいっぱいいるから、こんな、こんなんなってるんだよ。ふざけんじゃねえよと思うけどね。何やれねえよ、なんかこう。 思いますけどね。えーまあ、とにかく、絵は描くと、まあ。いろんな人の助けがあって、俺はもう本当に、絵は描いて、絵は描いて、ずっと文化、文化、文化で楽しくやっていけるっていうことをしたいですね。それを目標にしてます。14年かかっちゃったからね。もう14年、18歳の頃から14年かかっちゃったから、まあ、えー、とにかくそれはします。自分で、結果は自分で出したいなと思って、その、えーえー、芸術の結果を出したいなと思ってます。それをやりますと。 そして全部やります。全部やります。ライトノベルサッカーになります。藤崎水木。そうかう全部やる。だから藤崎も夢は破れちゃった。あの流れでライトノベルサッカーになれりよかったんだけどね。夢破れちゃったとこもある、ありますからね。まあとにかく。だから、だからこう、な、なんなんだろうね。あの、今2ちゃんとか5ちゃんとかやってて、ガルちゃんとかやっても、そわそわ、そわそわして気が休まんない。イライラ、イライラして落ち着かない。 何なんだろうねだけど、昔は、だから、昔は、だから、仕事終わりに、仕事終わった後にな、まあだ、だ、食べるか、という場所だったり、したわけですよね。2ちゃんとかこちゃんとか,か、ヒッキー、ニートとか,とか、まあ、話す場所とかであったんだよね。昔はね。ガルちゃんもそうで、仕事終わりとか、仕事終わった後に、まあ、仕事した今の世の中に食べる、えー、ところだったけども、入り口自体がおかしいっていう、社会自体、まあ、ちょっともう、あの人たちは、 頭が悪いですからね。はっきり言ってうん。っていうのが。どうしてあげなきゃ、どう介護してあげなきゃいけないですかね。マジで。あの人たちって。ちょっとわかんないですね。いやいや、ほんとここまで言うのはね。ここまで言うのは、あの、自分たちが、俺たちはベンジューの落書きでやってるだけだからっていう、そういう楽しさのもとでやってたじゃん。昔ネットミームとかネットカルチャーって。 自分たちでそこら辺考えられなくなって展開していけなくなったら、それはなんかミイラトリがミイラとかそういう言葉に失礼なぐらいな、なんか楽しさって自分たちがネットの楽しさどうこうって忘れちゃったら流されていくだけだったら、それは違うでと思うもん。でもずーっと2チャンネルやってみる歴史はわかるんだよね。厨房のところから2チャンネルとか見て,見てたかわかるんですよ。ネットの歴,歴史はわかるんですよ。うん、まあそういうことですね。 だからこう、とにかくこう、そういう場所だったけど、めちゃめちゃそわ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 して落ち着かないんですよね。一服つくもできない。落ち着かない。イラ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 してる。とにかくイライラ、イライラして落ち着かない。そわ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 して。何にしても片手にしても逃げ場所でもない。今のネット掲示板は逃げ場所にもな、なんか、鬱憤を晴らす場所にもならない。鬱憤を晴らす場、場所がないっていうことですね。 なってくるけど、YouTube は違う。YouTube は、ま、デトックスだけど、だから、あの、YouTube はこう、出すんだよね、そのね。やっぱ、YouTube 発信ってデトックスしちゃうんですよ、ある意味では、その、あの、やっぱ、排泄行為ニコ生とかもそうだけど、そこの意識がないと、排泄っていうもう、うんちと住んでるみたいな、もう、便所の、便所の落書きだから、便所の、便所の落書きだから、便所に住んでる感じ。 便所にずっと住んでる感じです。うんちうんちばっかり、そして。で、それで、そこに住んで、そこが世界と思ってるから、すごく、やばいっていう感じあの人たちどう助ければいいんですかねじゃあ。で、こんなことは言われなくても自分で分かんなきゃいけないことですよ。自分の世界っていう。自分の世界の自分の見方だから、じゃないなんか、もうあんま怖,怖くて怖くて、獣をもう見ないけど、ね、楽しかったけどね。どうしてんのかねあの人たちって。 あそこにいても、そば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 して、イラ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 して人を憎むことしか覚えず、ねえ、あのー、発信なんていうかな。内側から変わるのかね、もう。ガルジャもブロックされちゃったしね。つまんないとこですね。なんかちょっとしたも神経過敏な老人みたいになって。そば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 イライライライして落ち着きもない、あの感じっていうのは。 どうせえんですかね。セックス、ピストルズみたいな,なんかまだまだドッカーンってやればいいんですかね。やっぱいいんですかね。そう、それを背負えばいいんですかね、ピストルズ。またピストルズ再評価しなきゃなんないんですかね。でも、とにかくその、怖いのは、やっぱ、発散する場所がないのが怖いですね。毒をね。か青葉真治みたいな人を作っちゃダメなんですよ。っていうことは、あの、重ね重ね行って、えー、飯塚小、ここう、構造ですね、とかね。 あのー、ですわ。でどっかで、発散する場所、発散で苛立ちとかですよ。じゃ詰まった、もう詰まりきって、だの人たちはどうなっていくのかなって感じで。もう、エネルギーがないですよね。エネルギー流通がないんですよね。あそこってもう怖い。もう、近いだよね。一つのね。はっきり言って。今のネット掲示板ごちゃんって。じゃあ、どうなってって、今 YouTube にこう。YouTube と繋がってギリギリだよね。持ってる感じ。 でよ、ね、今のゴチャンとか、ガルチャンとか、あのー、爆災とか、もう全部クソだけど、はっきり言って。あの、YouTube とつな、とか、つながって、持ってる、明るいとことつながってる、持ってるって感じが、まあ、しますね。っていう感じで。じゃあ、あの人、まあ、どうせ、あの人たちを助けるっていうか、あの人たち、まあ、本当にやり直そうっていう人たちを、 もう助けるっていう言葉どうすればいいのかなとは考えたりもしますね。ほんと。だから、土の時代から風の時代にっていう感じですからね。すごくこう、何をどうすればいいのかな。俺は俺でプロジェクト安部高人ずっとやっていこうと思いますけどね。 やって一箇所だけでやるっていうのは非常にやっぱダメなんだろうなっていうことも、ヒカキン見てて思いますね。うまいですね、彼はね。彼のこと、こう、嫌いとかアンチとかでも、評価はしなきゃいなんねえって、やっぱり思っちゃいますしたよ。ヒカキン正ンのことはやっぱ。しかしそれを全部全否定しちゃうでしょ否定したいけど、否定の部分はあるけどね。それはね、もう、あるにしても、 でも全否定しちゃったら何も始まんない。全てを否定しちゃって全否定してて。怖い。何なんですかねと思う。俺は。怖いなと思って。しかし、そういう人たちはそういう人たちいいんです。別にと思うけど。しかし、そっからやり直せるよっていうメッセージ性を送るっていうのはどうすればいいのかなと思ったりしますね。いや、やり直せるよ。道はあるんだっていう。道はあるっていうか、月並みだけど。表現なんだけど。 風通し終わったら違う価値観感じたら変わるよって、エレクトするよって、また違う、まあ、価値観を感じる、閉じちゃダメなんだよねと思ってる。だから俺は。どうせんですかね。とにかく、とにかく、あの人たちが毒を吐き出すあの、完璧になんかこう、ごチャンネルと、こう、ガルちゃんとか死んじゃってるので、死海だよね。死んじゃってるので、 面白くない、ね。完璧に面白くない。その一言で終了だよね。でもあの、あそこが一つ、ネット掲示板が流星極めてた時代があったんだよね。っていうことで、あの人たちのこう、毒をデトックスっていうのは、やっぱどうせやい,いんですかね。人に社会参加を促すとか楽しくね。そしてまあ、息を吹き返させるためにはどうせやい,いんですかね。やっぱそういう感じですわ。てめえの頭で考えなと思うけど、でもできない。できない。 助ける。お、もうおじいちゃんだから、老人だから。バリバリだ。俺も恨まれるぜ、俺も。お前何者じゃいって言われるんですよ。まあ、わかるんで、もうわかるんですよ。安倍高人そのものなんです、俺は。俺は安倍高人そのものだから、もう絶対絶望を経験したってことで、もう絶対絶望を経験したってことは、これは絶対安心裏返しなんだよね。もう絶対安心なんですね。 絶対絶望。その裏返しは絶対安心だ。もう本当もうそっからやっていくんだよ。もう本当に助かるわ、それは。その価値観からスタートしていってますね。えー、緊急レポートでしたね。レポート。こんな元気な、なれ、あれいるかこんな元気な、うん、アナウンサーとか、いるかキャスターとかいるかいるかこんな。緊急レポートでした。桃、う、鉄、ん、のイメージかみたいな。ちょっとカメラ買えば。桃鉄のイメージか。ええー、まあそういう感じですわ。 えー、うーんそうでした。あ、緊急レポートでした。あえ、でそうだ、そうだ、ま、十二分だな。十二分きっちりね。あの感じで。ブンブン。伝わりはいいんだよ。どう、塞いじゃうか、ね。風通しがあんのにね。ブンブン。